よいよいよと、よいしょ、よし、まあ OK じゃねって感じですよ。こんばんは、京丹イオンミッキーミヤル西東京太郎金融歌人ドラドラキーショーゴヒラキサババは、星二代目9999999、しんちゃん、ふっしー、しょうご、市民の森、坂城さん、やぐっち、りょうへい、ひろあき、りんたろ、じゅんいち、やっすん、孤独なきつね、ちょういきじろう、かつみ、成人、こうへい、スマホが一番、ひろあき、トールカット、オイルサーディン、さばばば、かみしろけん、西東京太郎、よっぴ、やすのり、ごきざり、コンサ、V フォント西東京太郎スカーリー2ダメンズナース、長崎県民よせパパ無天老師ドレフバンハートありがとう、城太郎ジンタンダメンズナース緑だるまさんありがとう、ありがとうございます。西東京太郎ひろあきかわいい、ありがとう。えちょっといろいろ考えてくる、可愛いにたどり着いてないわ。よいしょ。シーマナが思う可愛いにちょっとたどり着いてない。よいしょ。ん？なんかなんか。よいしょ。よし、オッケー、西東京だ、ひろあきかわいい、ありがとう、ありがとう、ダメじゃなすペンライトありがとう、小刻みオープンショールーム&シーエンジェルグアシきよみちゃん、きよみちゃんかわいい、ありがとう、ありがとうございます。最大2メートルの企業団ひろし突破隊おぎよいよ、道秀ひそかリターンズほのうえうし、道秀中おめ道平でポリリイヤン音符ありがとう、ライアンヤート西東京太郎フシ、バビさんほらありがとうございます、ひらきヨッピーかわいいジコ、じゃ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 ありがとう、かわいいジコちょっとずつ化粧が増えていく、よいしょ、なんか今日そうだ、なんかインスタで見たの、この辺にチークつけると可愛いってインスタで見た、なんかメンヘラになるなありがとうヨッピー可愛いジェッコ、ありがとう、あいあいだるまさんありがとう、プリリマカ無天老師クマちゃん、アイディマニアバラーン間違えた、かわいいお花ありがとう、ありがとう、ドラドラッキーサトシサバババコーヒーこんばんは、こんばんちゃん、こんばんは、なんかね、稽古行ってきたんですわ、今日。四角い顔、こんばんは、おわじら。おわじら、終わった。今日はね、おわじらの稽古に行ってきたんですよ。すごい、今回めっちゃ成功してって。異世界転生したら、大恐竜時代で終わった。氷河期で奮闘期編っていうめっちゃ綺麗な台本、ちゃんと冊子になってるやついただきました。コヘお疲れ、せっかくもくピリピリありがとう、恐竜になるのシーマナ、シーマナ恐竜になるんだけど、やってきました。なんかね、オープニングダンスというものがつきまして、うん、あ、グッズ発表されたオープニングダンスっていうものがつきまして、なんか結構なんだろう、私は覚えられないダンスが覚えられなくて結構難しいなって思いながら、ね、頑張ってる途中なのでね、皆さんぜひ
応援してください。面白いですよ、すごく。すごい、なんか朗読劇ってこんなんなんだってすごい今びっくりしてるところ。シーモナが今びっくりしてるところなの。うん、さあ、シャネル西東京太郎、カズヤ、ヤス、かける、無天老師、ヒロアキ、こんばんは。うん、配信は発表されてなくて、まあないと思ってもらったらいいかな。シーマナはないと思います。リーディングアクトですって。うん、まあなので現場に来ていただけたらなと。はい、検討してる方はぜひ現場で見てください。もし、はい、あ、ちょっと待って、充電しなきゃ。あの、あっちね、充電器の充電されてんな、ちゃんと。プリリハント、ありがとう、ありがとうございます。くんたっぴゆ、田中かなた、こんばんは。よし、で、うん、今回グッズが発表されたんですけど、私は書き置きチェキですか、1000円、1枚1000円、当たりがサイン付きというものがありましたね、多分。くんたっぴ、ひそかリターンズ、アイスありがとう、ありがとうございます。合ってます、合ってますね。あるんですけど、まあチェキはまあ1000円で1枚ゲットできて、おきちきですね。うん、で、当たりがサイン付きということなんですけど、なんとサインがね、なんか CM のね、今回めっちゃちゃんと書いてる。ちょっとレアかもしれないな。めっちゃちゃんと書いてるんですよ、今回のチェキ。それこそラスアイのガチャぐらい書いてる。ガチャのチェキあったじゃないですか、あれぐらいちゃんと書いてるんですよ。タカ、クッキー、ヨッシー、パパ、うん、なのでぜひゲットしていただけたら。なんか天井機能がちょっとわからないんで、何枚買ったら出るとかちょっとわかんないんですけど、まあ、当たった人は。でもなんかまあまあの枚数チェキサイン書いてるから、でなんか一応第一陣でもし増えて、それこそサインの枚数が増えた時に、それがちゃんとサインが書いてあるかわからない、ちゃんと書いてあるかわかんないけど、今回の第一陣の子たちは結構ちゃんと書かせてもらったんで、今回横向きが、横向きサインが2個あったかな、確か。うん。うん。ゲータン、こんばんは。その何枚買えばとかわかんないけど、まあ、運がいい人は、うん、手にすることがきっとできると思うんですけど、タネチェキは今回だいぶ丹精込めて書かせてもろたんで、なんかね、謎にちょっとね、わかんない、今回のチェキの出来が割と良かったんですね。なんか恐竜になって可愛くなっちゃって、シーマンの、なんか可愛いんじゃない自分みたいなね感じなんで、ぜひゲットしてくださいって感じです。ゲータン、こんばんは。あとはなんかパンフレットとニジェール、ニジェールちゃんです、漏れてます。ケンキザキ、えい、こんばんは。もう漏れてると言えど、ちょっと全部1枚ものなんで、チェキに関してはなので、めっちゃすごいやばい、変わるかも、もうある意味でやったと思って。ねなんだっけ、グッズね。今日まったりしてるわ、今な。今日美味しいご飯食べたの。鍋ちゃん、エイン、ケンケザキ。やばい方があれ。エイザク、タクバラちゃん、ありがとう。ありがとうございます。グッズ情報、今日でしたな。先ほど。出ておりました。
なんだっけね、ちょっと待って、あったあったあった、グッズ情報あった。パンフレット&台本セットが4500円、パンフレットが2000円、台本が3000円。だからセットで買ったら500円お得ってことだね。で、集合チェキとキャスト別チェキ券は私参加しないのでなしで、で、置きチェキの方に私参加してるので、こちらよろしくお願いいたします。ランカマサマサイケビテレビオッサンタクケンチェプエラ長崎ケミタクバラちゃんありがとう、言ったこれ、ありがとうございます。はい、聞き取れました。島田がノロノロ喋るから要点が分からなかった人が多いかもしれないので、もう一回言います。おわじらのグッズが発表されました。本日グッズのラインナップは、パンフレット台本セット4500円、個別で買うとパンフレット2000円、台本3000円なので、セットで買うと500円割引と大変お得になっております。あとはシーマナが参加するグッズとして置きチェキっていうのがありまして、税込み価格1000円となっております。あのランダムでサインがついておりまして、今回謎にめちゃくちゃ本気を出していますので、ぜひぜひお買い求めお願いします。まあ当たったらなんだけど、当たったらなんだけど、でもまあまあに枚数書いたから、だからまあなんだろう、うん、めっちゃ買ったけど1枚しかないとかではないと思います。フラコこんばんはっていう感じ、わかった？今日土曜日でわかった？うん、なんかこんばんは、今日は6月だよ、わかった？うん、わかったって、よかったよいしょ。あとは島根に聞きたいことは何かある？まことよっぴこんへこんばんは、まあそんな感じかな。まあチェキがメインですかね、今回私のグッズのラインナップは。落ちちゃった、消えたよいしょ、ほらせ拾った今あとね、動画が出てたかな、私まだ出てなかったかな楽しくやっておりますね。はい、よいしょ。しがちゃん100メートルランナー動画でしたって、リツイートしてないって、シーマナ、よくない子、よくない子ちゃんですねそれは。なんだっけ、動画コメントぜひご覧くださいみたいなやればいいのね。後でやるか。本当だ、出てる、シマナタン出てる。よいしょ。藤友直樹かつカパエル、こんばんは、シマナの可愛さの秘訣を聞きたいです。やっぱみんなに愛されている自覚が一番かな。やっぱ自信を持つと女の子は可愛くなるからね。タコタンかわ、蚊に刺されてかゆいかゆい、しまなちゃんもうかゆないの、無比塗ったからかゆくない中西さんこんばんは、だいぶ腫れ引いてきた、無比塗ったら治った、なんかめっちゃすごい強力すぎる無比塗ったから。ナマケ猫マコクマこんばんは、勉強になった、よかったそうなの、しまな愛されてるから。あ、来た、ありがとう。松屋牛丼特盛り生卵なう、いいね、シワノは好きや、フリスビー丼豚汁が好きかな、うん、さっくんゆうたこんばんは。なんかさ、松屋のさ、私ハンバーグ大好きなんだけどさ、ハンバーグ定食もうなくなっちゃうんだね、あれ悲しい。あやいかきはたありがとう。すき家のタコライス今出てるの、知らんかった、そんなものがあるのか、やばい、
情報に疎い。でも今日はずっと私朝は用意しながら NHK 見てずっとニュース見てたのもうずっとニュース見てた。いい子だ。うん、あ今もしかしてあれやってんじゃない、タイタニック。なんかタイタニックはね、妹が前編前回撮ったんだけど後編撮り忘れたらしくて、撮らねばってのこと言ってて、でなんか配信やってんじゃないのみたいな、そのなんかネタフリとかであんじゃないって調べたら全然ないんだね。びっくりしちゃった、こんなないんだと思って。うん、ハンバーグなくなんないの？なくなるって聞いた気がする。なんか間もなく終了みたいな。松屋ハンバーグ、さよならブラウンソースハンバーグ&デミグラスハンバーグ新発売。なんでやねなくなるって聞いたんだけど発売しとった。あ、なんか新しくなったらしいわ。ほっぺが落ちるデミグラス、ごめんな、シマナ間違えした。新発売されるフジピー、まさかのまさかの品種がちょっと変わるだけだった悩んじゃったじゃん、なくなるんだと思って、うん、シマナタン勝家の豚バラカツ定食。私勝家ほぼ行ったことない。バージョンアップどうなんだろうね。まあ新しくすることってやっぱり大事だよね。やっぱ過去のやり方に縛られない、やっぱ新しくすることでね、またいいものを取り入れなきゃいけないから。うん、リニューアルされちまったぜ。土方雄一こんばんは。うん、牛タレ現在32代目やばかっこいいけど、めっちゃなんか歴史ありそうだけど。カツヤの卵苦手？なんかトロトロ卵あんま好きじゃない閉店セールは何回見るお店とは違うから、味が変わる時もあるから、企業にとってもチャレンジ。確かに、なんだっけな、なんかすごいチャレンジされてめっちゃ失敗したことあったな。山屋の方がええやんってなった食べ物があったんだけど、もはや思い出せない。なんだっけ、絶対前の方がええやんってなったんだけど。うん、口屋がいつも閉店セール。うな、こんばんは。なんか地元にね、私10年近く閉店セールしてる雑貨屋さんがあったの。いつなくなるんだろうこの雑貨屋さんってずっと思ってたの。そしたらある日突然急によ、もう音沙汰なくね、まあずっと閉店セールしてるからさ、音沙汰なく急にさらちになっててびっくりしちゃった。さらつい、あれ、もう何もないやんって思ってびっくりしたうん、前の方がええやんのと食べなくなったが、そう、食べなくなったから何のことか思い出せないけど、な何かね絶対前の方が良かったなって思ったものがあったの。でも結構大手の企業の食べ物で、なんか絶対前の方がソースうまかったんだがって思いながらもう食べなくなったけど何か思い出せない。リプトミルクティー元に戻って、むしろなくなってたのがびっくりだよね。英作パパと朝洋館こんばんは。なんか悲しくなるよねそこの雑貨屋さん。なんかすごい可愛い雑貨屋さんで、なんかなんだろう、ちっちゃい家具とか置いてあったんだけど、うちもなんかほんと幼稚園の時から鍵かけを使ってて、でそれをねちょっとめっちゃ可愛いの使ってたんだけど、とかもなくなっちゃったうん、サイゼリアのアンチョビピザ、いや私食べたことない。アンチョビピザ、アンチョビちょっと苦手。アンチョビってさ、なんか魚でしょ、骨がチクチクしてさ、なんか喉に刺さるんだよ、あれが苦手で。アンチョビ苦手なの宅配すると言って全然宅配しない詐欺オタクジョパン、ジョパンこんばんは。スタバのイズスタラシティとパッションティーどっちが好き？どっちも好きかな、なんか気分かも。あれカスタマイズで変更できるから、昔からからなんかめっちゃ酸っぱいの飲みたい時とかはゆずシトラスティ、もう今日カミカミ、ゆずシトラスティファッションティー変更お願いしますみたいな言ってた。新物って松屋の方が好きなの？新物はすき家が好きです。
山本さん、トム、ノブロ、サトシオン、ライト、もちもちきなこもち、こんばんは。イワシか、イワシなんかチクチクするアンチョビなんか痛い、痛くない、そんなことない。うん、ラサエの最後の日、そうだよ、ラサエ終わった日、ラサエ最後の日じゃない、あれ日付超えてたんだけど、6月1日に一番初めに食べたのスキヤでしたね。スキヤのフリスビー丼とろろのせご飯、東京の力飯っていうお店、うん、レオナルド・デカプリオ、かっこいいですか、名前がかっこいいと思う。うん、ちょ顔が思い浮かばないけど、スタバのカスタマイズは無限だよね、顔見て私スペシャル作ってくれる説は。そうなの、なんだろう、シモナでも昔誕生日にカクテル作ってもらったことあったけど、その時イチゴミルクだった、いちごミルクっぽいですって言われて、あ、そうですか、うん、カルーアだ、うん、また朗読駅の帰りに代々木のすき家で聖地巡礼あそこ食べなよ、たい焼き屋さん美味しいよ、フリスビー丼、ネギトロ丼のこと。今月シーチル多いね、シーチル81人できました。グレープフルーツサックスありがとう、ありがとう。ジョン太郎おじいちゃんおはしいまな、アイドル感あふれ出した、アイドル、みんなのアイドル、うん、シエモナのイメージ、いちごミルク納得、あ、ほんと、スタババニラクリームフラペチーノをチャイシロップかチョコチップ、チョコチップ美味しそう、シエモナスタバで働きたい今も。よっちゃんこんばんはメロンソーダ、え、働きたいよ、劇長分、劇長分で志願書みたいなの出したらめちゃくちゃオファー来たよスタバめっちゃ長文で出した、うん、もうなんかね願書だと思って出した。今月はシーチル93人、先月93人、あ、少ないぞ、ほにゃ少ないぞ今月ヒロポン中尾美ひろあき、こんばんは。今日の CM のコンディション急ぎ、マジ、え、ありがとう、なんかあんま良くない気がしてたっけ、ファンデーション塗り直してない、朝のまま、うん、カフェで働いてた、明日スタバの黒エプロンいたら専門家、メニューの相談できる、あれあるよね、その専門家限定のお店、新宿とかにもある、うん、東京の力飯って今じゃ2店舗しかない、行ったことない。CM の水筒のサイズは500と300、350とあと700持ってて、だいたいそれを2本組み合わせて持ってきます。だいたい700と350持ってって、700にお茶か水入れて、350に紅茶入れます。自分で紅茶作って朝水出ししてそれ持っていくか、今日だと今日はなんかペットボトル別で持ってたから500持ってって、だから1リットルとか、基本的にちょっと多めです。うん、さあ、アニメとめっちゃ働きたい、めっちゃ働きたいよ、缶バッジいっぱいつけたいここに今日もいちごミルクの、確かにいちごミルクかもしれない、うん、5時半起きじゃない今日は、今日はもうちょっと遅かったけど、おはしいわだけし忘れたよね、もう忘れてたって思った頃にはもう11時だったから、あーもうこれなんか遅く起きたのね、シーマの寝坊すけさんとか言われそうだからやめといたうん、中西さん、本当だ、シーマのお洋服いちごミルク色、そうなの、つけてる店員さんいらっしゃる、そうなの、つけたいの。シエマナがかっこいいって思う芸能人はどんな人ですか？シエマナがかっこいいって思う芸能人いるんですよ、いつも言ってんだけどさ、一回名前が思い出せない、うん、あのダンディーな人、ここエクボが2つある人、かっこいい名前思い出せない、ちょっとあのエロ親父みたいな人、うん、消防の放水練習します、今シエマナ、うん、さとさとみちゃお、好きな紅茶の種類
もう基本アールグレーなんだけど、あのね、いつも家で作るのはスタバのなんだっけ、スタバの茶葉で作ってたんだけど、あと3袋しかなくなっちゃって、結構私苗ぼよなの今それで。でなんかスタバの茶葉って今限定で出る時があって、その時に店舗で買いに行くか、今は多分六本木か中目のスタバでしか手に入らないっぽくて、その茶葉結構苗ってるの、苗ぼよ。もう行きたいんだけどさ、でもさ、中目のさスタバ行ったことある？建築的にもすごいものって言われてて、あの朝から整理券取らないといけないんですよ。なんかディズニーのファストパスの機械あったじゃないですか昔、あれみたいなのが外にあって、外に一室にあって、そこから何時の回みたいなレシートみたいなの発見されて、そんな時間に行くんですけど、朝から行かなきゃいけなくて、新聞の朝から朝活したくなくて。でも中目ってさ、あのスタバ以外何があるかちょっと分かんないし、うん、遠目に見ると服着てない人の色、え、なんかさもっとさベージュのさ、私も基本確かに顔が白いわ、もっとベージュの服とかさめっちゃ流行ってるじゃん今、遠目で見たら服着てるのか分かんないやつ、めっちゃタイトで、シーマのあれ多分ね似合わないんだよね。そう、中尾ポリーリーこんばんは、さとさとこんばんは。そうなんだよね、なんだっけ、スタバの茶葉が好きなんだけど、今年ね2個2箱買ったんよ。なんだっけ、アールグレー欲しい。マジで店舗行かないと売ってない、ジョイフルメドレー、ジョイフルメドレーっていうお茶が好きボス。うん、みんなそこまでして、なんかそこのスタバはなんかなんだろう、サウナ界のさなんかもうトップがなんか草加健康センターとかあるじゃん、あれ並みにもうすごいの、見たことない、外から見てももう芸術的なんですよ中目黒のスタバから。なんかテーマパークみたいな感じなの、だから行くのにすごい価値はあるんだけど、ただただ混んでるっていう、すごいんだよね。なんか中にすごい、なんかすごいコーヒーの通る缶があって、なんか外から見てこんな感じ、これ3階建ての全部スタバなんですけど、こんな感じで、で中もなんかなんだろう、ディズニーランドみたいなこんな感じになってて、中吹き抜けでこれとか全部コーヒーが通ってるんです、上の缶で、上にあの紅茶専門のスタバがあって、そうパイプがいっぱい通ってるやつ、これめっちゃね行ってみたいっていうか茶葉買いに行きたいマジで。うん、そうなの、だからそう、なんかね日本にも何か所かしかなくて、スタバの紅茶店っていうのがある、専門店があって、それそう行きたい、昔行ってたんよ六本木さ、テレ朝あったから結構行ってたんだけど行く機会ないんだよね。ゴストレイ、あと駅から遠いの、ここちょっと近くなくて。カネッチゴキザリボスこんばんは。うん、すごいですよ、日本で初めてできたドンキホーテの横にあります、ドンキホーテ1号店の横。 ルレクチこんばんは。9月に東京遊びに行くからそこへ絶対行った方がいい、ここ本当に有名だよ、日本一のスタバだよここ。うん、行ってみな今日みんなを眠くさせるような喋り方をしてるの、なんでかってシーマナが眠いからです。え、売ってないんだが普通にこのちみやばい、マジでおわじらの曲マジでさ、ふとした時に歌いそうになって危ない、楽しみにしててくれ、きっと楽しいから。イングレッシュブレックファスト、ユースベリー、ユースベリー酸っぱいんだよね、ピュッてなる酸っぱくてになんか
ホットのねユズシトラスティー頼んだら茶葉変更できるの、全部の茶葉に。でユースベリーに変更すると酸っぱいのめっちゃ、だから飲むとユズの甘さと酸っぱさプラスユースベリーの酸っぱさで飲むとってなる。キングタク、ホング、埼玉ドンケの裏にあるやつかな、すごい行列できて、それです、それ正解。うん、スタバ福岡の太宰府天満宮店、うわ行ってない、太宰府天満宮まで行ったんだけど始発で行ってすぐ帰ったから。こういう格好したシエモナちゃん可愛くて快適そう。うん、タイのスターバックスアイコンサイアム店も素敵。世界のスタバ、なんか毎年さ韓国のスタバのさあのバレンタインマジマジに可愛いんだよね、いつもすごい。めっちゃスタバオタクだったから高校の時タンブラー死ぬほど集めてて、何個持ってんだろう結局。桜2個とあと春1個と桜2個春1個あとなんだっけ、これそんな持ってないかも。あとタンブラーケースある。うん、ユージスタはあったかな、マックしか行ってない。完熟バンパイヨシハルナベちゃん、ああああこんばんは。奥さんとご飯行ったりしてないですね。ちょっと遠すぎて帰ったら結構いい時間。完熟バンパイヤ埼玉、うん、こーちゃんこんばんはっていう感じですね。今日はねちょっと早く帰れてないのか、実際ちょっとまあいつもより終わるの早かったかなって感じだったから、だから家帰るよーっていうのを LINE ねして、あの家族 LINE して、まあ、今母親が関西いるから今いないんですけど3日ぐらいかな、そうですけどいるよーっつったら、じゃあ3人でご飯食べに行こうぜっつってご飯食べに行ってきたんだけど、どこがいいっつってみんなどこでもいいってなったんだけど、まあ強いて言うならびっくりドンキーっつって連れてってもらった。ミサイル、イデマル、モトヒロ、マビタス、マンボウ、こうちゃんこんばんは、えいハートありがとう。完熟マーク、吉原なべちゃんこんばんは、これもめっちゃ可愛い、マジありがとう。そう、ギリタンシオこんばんは。私ねびっくりドンキーのオレンジジュースが好きで、あの果肉入ってるんです激うまなので、なんか濃すぎないんですよ。私結構薄めのあのオレンジジュース好きで、なんかどちらかっていうと合成着色料と添加物まみれの方が好きなのね。だからこうちょうどいいの、コク的にもちょうどいいし、でも果肉ちゃんと入ってる。そう、パイナップルのせない、もうノーマルです私は。うん、太陽の恵みのオレンジジュースめっちゃ美味しいの。うん、お気に入りメニューもう本当にノーマルのディッシュ頼んで、で味噌汁つけて、味噌汁ディッシュで今日ポテト頼んだ。うん、今日美味しかったご飯びっくりドンキー、もうほんと美味しい大好き。うん、マジック嫁さんとびっくりドンキー、いいな最高じゃん、いいなって食べたけど。クロドクロさんフォローありがとうございます。リオ太郎こんばんは。そうでポテト頼んで、なんか妹がねめっちゃパスタ好きなんよ。でミートソースとなんかハンバーグのセットあるじゃないですか、あれは頼みたい、でも白ご飯が欲しいって言うから、シマナが白ご飯大盛りにして、でちょっと分け与えたわけよ。まあちょっと食べたいよかろうっつってあげたんだけど、大盛りってめちゃくちゃ多いんだね、びっくりしちゃった。シマナマジで苦しくてお腹死ぬかと思った。普通盛り上げればよかった。うん、味噌汁美味しい、なんか日によって違うんですね中身。青さ入ってて今めっちゃ美味しかった。うん、すごく美味しかったよ。マーメイドサラのイカゲソ食べたことない、卵がなんかイカ船が好きでめちゃくちゃで、ね、食べに行くのよくね、イカ船食べたいってか、じゃあ行こうイクリナンキーって行くと毎回イカ船ない。かわいそう。うん、ドンキでそうかける10もうかける10買ってきて、全然違くないそうと思って、なんか結構さどっちが好きみたいな、どっち派で分かれる気がするんだけど、どっちも好きなんだね。うん、パスタとハンバーグとか
子様ランチっぽい。ラッサイの時幕張帰りよく見くれ、めっちゃ美味しいよね。シエモの大食いではなかった。シエモの大食いじゃなくて、あの細か食いなんですよ。一回の量が全然食べれないけど、一日5食ぐらい食べたい人だから。デザートのパフェ減ったよね。ドンキ？ドンキっていうの？知らんかった。そうなの？私パフェ頼んだことない。しんちゃんこんばんは。パイナップル乗ってるの食べられる？食べたことないけど食べられると思う。すべてが大量のびっくりドンキ。コメダみたいだね。イカフライのサラダも食べました。美味しそう。名人こんばんは。名人だ、ごめん。名人こんばんは。いやー美味しかった。だから肉がうまいんですよ本当に。あ、そうです、小鳥のようについばむタイプなの。黒猫ミントこんばんは。でもシーパパがね、お腹いっぱいって言いながら食べてて、いやそれお腹いっぱいでしょって、ポテトは半分食べてんじゃんっつったんよ。もうシーパパの向きにあった方が半分もうごっそりなくなってた。食べてるなんて言ったら、ごめん食べちゃった。いや全然いいんですけど、全然そこに問題はないんですけど。おもろ。うん、あの皿高いよね、4000円。シーパパもね、この皿全部集めたいって言ってたけど高くてちょっと諦めてた。ドンキーはハンバーグのカレー、カレーバーグのカレーが、シーパパカレーバーグのカレー大盛りにしてたわ。うん、最後までコーンスープを頼むか迷って最後頼んでた。やっぱり欲しいっつって。コーンスープマニアなのよシーパパ。どこどこのコーンスープが一番美味しいよく言ってる。うん、お家でドンキいいよね。あのさ、ハンバーグの美味しさってどうやって出すんだろう。私ね、ハンバーグ屋さんで実は一番美味しいと思ってる。うん、ビクドンのいちごミルクのもん、ああシーパパと妹が飲んでた今日。私はもう太陽のオレンジ一択なんだ。デザート頼んだ。実家を出た時で、出てた時近所にびっくりなきゃだからよく通ってた。カレーバーグで、ああやっぱ美味しいんだ。富士屋レストランのコーンスープ、ビクドンってワンプレートで白ご飯汚れるから嫌じゃん。嫌なのめっちゃ。もう許せないんだけど、ただなんかハンバーグが全て調子消しにする。それをなんかあのハンバーグがこうなんか微笑むのよ。私がいるからいいじゃないのって。そしたら私も心が穏便になって、ちょっと油に浸ってるご飯に対してすごくすくいぬくいし取りにくいなって思いながらも、今回だけ許してあげる、そういう会話がありますいつも。うん、ひでりんごこんばんは。シーパパ自販機の世界の美味しいキッチンのコンパなんだ。どうだろう、あんのかな。なんかありそうだけど。大根と混ざるのが美味しい。ルールなのんちこんばんは。いや美味しかったよやっぱり。もう何にも変えがたい。東京ドームシティのなんだっけ、フードコートにもありますよね、びっくりドンキ。のんちこんばんは。ぜひね行ってみてほしい。野球観戦行ったら行って。そういえばあれだわ、友達のカリンタスが東京ドームで野球観戦しに行って、なんかサインボールゲットしたとかなんか言ってた。坂本さんすげえな。そういうもんなんだと思って。西東京太郎世界キッチンのコンポーターは多分世界一美味しいコンポーター。マジ？なんかさ、スキー場で飲むコンポーターってめちゃくちゃ美味しくない？うん、前行った時ミニトマトが完熟すぎたんだけど食べたけど、あら私は下手こいってやって妹の口に入れて下取った、ピッて。すげえ取れる人いるんだ、すごいよね。どうやって取ったんだろうね。キャッチしたってことって私がチーカーみたいに聞いたんだけど、そうだよ、試合始まる前に飛んでくるんだよって、なんかよくわかんないことでしたか。へえそうなんだって。うん、新宿とかのゴールドラッシュのハンバーグも美味しいよ。そうなんだ、ゴールドラッシュ分かんない。
あ、わ、ハンバーグ屋さん疎いかもしれん。こんだけ好きって豪語してるくせに。嘘つきじゃん。タカデル、マーク、ロコさん、グランプトンさん、初訪問ありがとうございます。レイヤさんも。アイドルもライブでサイン入りボール投げたりするじゃない。なんかコロナ前しか投げてないか。私全然投げたことなくて、実は。つらい。うん、天狼師おやすみ。うん、スキー場だと定番のカレー、うわ美味しそう。びっくりなんけのハンバーグが一番。そうなんだよね。私爽やかとかもあるけど、その中でも結構好き好き。うん、島野みたいな可愛い子と一緒に食べたら全ての食事が美味しく感じ。マジ？浸るほど私が醤油をぶちかけたとしても丼に。私一回さ、めっちゃ楽しみしてお腹空いてさ、一人でさ丼食べに行った時さ、あの醤油のなんかストッパーがここで押さえて入れたんだけど、空気穴別で開いたっぽくて一気に入っちゃって、もう泣けてくる事件があったの。もう涙が止まらなかったよ。めっちゃ浸っちゃって。でもさ、それって自分の責任だからさ、店員さん何も悪くないしさ、新物食べるしかないじゃん。頑張って、めっちゃ頑張って食べたんだけど、もう醤油嫌いになるかと思った。リルルさん、ほらありがとうございます。チワキング、うん、新潟のバスターミナルのカレー美味しいらしいけど遠くて食べに行けない。日帰りで役場で行ってきたら。うん、バスタ新宿日帰りで行ってついて食べて帰ってくる。たとえ醤油が浸っても美味しい。マジか。サインボール取れた試しない。マジ？島田のファンの人だったら渡すよ。はいって。はいって渡しちゃうよ。うん、サインボールやりたかったの。フォローが外れてたので再フォローさせてもらいました。ありがとうリルル、感謝。富士屋のレストラン2700円で60分ケーキ食べ放題、やってみたい。甘いの好きだったらやった方がいいね。それは私は多分もう一つ目のケーキで、こんなに美味しいのに胸が受け付けないってなるけど、好きなら食べた方がいい。うん、1周年投げたよ。2周年もスクイーズ投げたよ。今まで日帰りでご飯だけ食べに遠くに行ったことありますか？一人で行ったのは栃木の餃子食べに行ったぐらい。あとはないかな。あとまあ爽やかとかも近いから、うちから神奈川住んでるんで近いんですよ。なんでもう日帰りで全然行っちゃう。てか学校帰りに行っちゃうんだけど。うん、スクイーズ飲んでくれなかったよ。3階席だった？目に入ってなかったんじゃない？そしたら。うん、すごいの。スカーリーツーこんばんは。でもスクイーズさ、投げたけどさ、あれすごいかわいそうな話だけど消えちゃってるでしょ、みんなサイン。うん、サインボール投げつけてください。3回じゃないなら無理じゃん。うん、バズーカでバズーカやってみたかったな。私3階席担当だったんで。うん、3階席にいた人にはもうあげてるはずだよ。うん、そう、まあ懐かしい。カルツ川崎だ、あれは消えちゃったでしょ。ジブロック入れてないと消えたみたい。あれなんか空気に触れさせないようにしないと。うん、懐かしい。てかもうさ、3階席じゃないのにもらえなかったことを怒られるって、私も当て逃げされてるのと一緒なんだけど。うん、そう、ひどいひどいわそれは。もうもらい事故だよ私完全に。マネキこんばんは。まあやりたかったな、あれ。2周年まで19年かな。うん、横浜にハワイアンのホテルできたんでしょ。そうなの？へえ、全然疎いから分かんない。
ステージからも前方の人に投げてないと思います。私は投げてないです。3回で投げ切ってたはず。そう、なんかめっちゃの個数あって、てか私めちゃくちゃさ適当な人間だからさ、なんかサインボールさめっちゃ大変なの。あれ52人いたのかな、あの時めちゃくちゃ人数多くて、だからカゴがバーって並んでたんですよ外に。でもさどれ持ってってもよくないって思ったの。別にどのカゴ持ってっても別に誰かしらのサイン入ってるしええやと思ったら、よくよく考えたら確かにこれ私のサインじゃないの、飛んできても嬉しくなかったりするし、逆に私のサインが他の人飛ばしてても嬉しくないし、いやこれ多分自分の持ってこなきゃいけないなって思いながら、卵だ今更だけどラサイのライブもっと見たかったな悲しい、そうって思いながら、いやめちゃくちゃ大変なのよあれ。もうめっちゃ時間なくて1曲の間に上がんなきゃいけなくて、3回まで激猛ダッシュだったんですけど、時にいやカゴどれでもええやんって思いながらいやあかんわってなってた。そうめっちゃおもろくない、ぶんぶんこんばんは、その時代はまだテレビで楽しんでるだけだったからな、基本的に行けばよかったな確かにああいうの楽しいよね。でもさもらえなかったらムキーってなっちゃう、私はやだ平和だったのかもない方が。ナオトこんばんは。いやみんな顔で持ってさ、なんかクリスマスだったんですよその日のライブ、その日がクリスマスだったのかな、2周年ライブが。でなんかそのプレゼントっていう名目でスクイーズっていうこうなんかふわふわのねこうキーホルダーみたいなのにサインを書いて、なんかすごいもうめちゃくちゃ大量に投げるっていうのがあったの。全員で多分もうめちゃくちゃ大量だったと思う。1人2、30個投げてたからかける50とかだと思う。めちゃくちゃ多かったんだけど、単純計算でも今すごいことになったけど、まあまあそんな感じです。サンタさん来てたんですよ。今のこっちの方にもいける投げてくれたけど全然残念だねそれはクリーム今でも私飛ばせる気がする。っていうのがあったんだけどね、懐かしい。これぐらいのなんかハートいいふわふわのなんかクッションみたいなやつ、これぐらいのなんか虹色のやつ、懐かしい。昔のサイン書いたわ。ちょっとのバラちゃんありがとう。もう寝るんかな、肩成長してる、外す覚悟私は。いい匂いした。シモナイナキショールームやってなかった、まだいいエビカに歌っとく家パラダイスにしてあげようか。えマジで iPad どこ行ったんだけど、ちょっと探すわ一旦。どこ行ったんだろう、見つかんないんだよね普通に。リオンからもらったけヨネダだったマジかよそういうことが起きてたんだ結局やっぱり面白。今日はイヤホンなの、負けたわ、なんか負けた気分シガミヤホーこんばんちゃんっていうこともあったりしたりして、まあ、楽しく活動しておりましたとさ。今日のハンバーグやっぱ美味しかったな。やっぱ美味しいもの食べるって幸せじゃない。パフェこんばんは。皆さんは何を食べたんですか。なべちゃんこんばんは。16ブランコこんばんは。昨日何食べたっけ私、やべえ、もう思い出せない。昨日何してたっけ？あ、昨日はあれだ。ネギご飯食べた。肉とネギご飯。うまかった。ネギご飯美味しいよ。白ご飯にネギを乗せるの。美味しい。中梅。なおぴ、こんばんは。おっちゅー。おっちゅー。私ね、いや、すき家でいつもネギトッピングするの。
ネギ玉がダメなの。私卵食べれないじゃん、生卵知ってる人多いと思うけど、あの食べれないからネギをトッピングするんだけど、ネギ玉で玉抜きじゃなくてネギのせだけっていうトッピングをねするの。80円プラス80円なんだけど、でそれをちょっと海苔を豚汁に入れるとまたそれも美味しい。うん、そう、ネギさ辛いタレいらないって思う。ああ、確かにコンソメスープいいね。とろろかけたい。とろ高いんだよね。あーみちゃん、やっほー、あみちゃん元気？ねえねえ来る？イヤホン来るといいそうだった。イヤホンはもう昔のやつ、おわじゅら。また今回もオープニングがあるんですよ、ぜひ来てくださいまし。うん、なんかシーマナちょっと今回殻を破るからぜひ来てください。頑張るから。マジでね、なんかね今回はね、なんだろう、面白いよ。それをうまくできるかは謎ですけど面白いので、あ、来てくれんの、やったー。そう、あとグッズ発表されたんだけどね、あのチェキ、書き置きチェキあるんだけど、今世紀最大にチェキの落書き頑張ったからよろしく。タコライスいただきました。いいね、のどぐろ塩を少しかけ食べるとめっちゃ美味しい。え、プラスレモンかけたいんだけど、どう？白ご飯とネギになんかタレ。アドリブじゃないんだけど、なんか多分見に来たら思うと思う、島から破ったね。なんかねちょっと衝撃なんだよ、多分めっちゃ衝撃だと思うですけど、ぜひ来てください。1週間切ったんですけど、29日、え、あと4日後、私できるかな、大丈夫かな、もうちょっと不安になっちゃった。でも合うよね絶対。寝落ちするまで遊びに、ありがとう。行きたかったけど日程的に厳しく、配信の下げだから。また今度来て何か。うん、おきチェキとチェキわかんない、なんか多分差だと思う。チキンのが何種類もあったからそれの言い訳だと思う。うん、あいあい流れ星ありがとう。来週からなんか集合チキとソロチキ、ツーショットチキっていうのがあるから置きチキっていう名前になってるんだけど、その個人チキとの差なんだと思うんだけど、個人チキっていうのはその場で取ってくれてでそれをもらえるチキ で私置きチキなんで、もうすでに取ってあるっていう置いてあるチキ、そうなんですよ。うん、今から取るの取ってあるやつ、新物は取ってあるやつです。また在庫増やすかもしんないけど、わかんない、みんなが買ってくれたら在庫増えるかも。うん、ドキドキ引けるように願って。いけるよ。大丈夫、あれ選べるよね、個人は選んだ上でサインが出るか出ないかってことだよね。卵焼き好き、新物ありがとう。いやみんな今回は喜ぶと思うんだよな、鼻血出しながら。島の今回頑張ったねって。え、自己評価高すぎかな、でもそれぐらいでいないとやっていけないわ。うん。うん。卵焼きこんばんは。そう、多分きっと鼻血出すとプチュって。あとまあパンフレット出るみたいです。ちょっと質問答えたりしちゃったりしてるから。今回もちゃんと、今回はもう期限送られてきて、あの本当忘れちゃうからさ、期限送られてきた瞬間に出した。ちゃんとメール来て、メール来てから何日までですって来て、そしたらもうそのメール見た瞬間に書いた。うん、ひらあきこんばんは、えらこでしょ。今回は早く出さんと、やっぱ早く出さないとねいけないね。そういう感じ。そう、一回悩んで家でやろうって思うともうねダメなんだよねあれ。いつもね、あーどうしようって一つだけ質問とか思いつかない時あって、でなんかどうしよう、でもきっとこれ降りてくるって思ってると大体結構ヤバヤバの期限まで行っちゃうんだけど、今回はいやもう悩んでる暇なんかないと自分に言い聞かせたね。そう、いつもより画角下だから映してる、後ろにミッキーと、あ、そうなの、画角下
克服下から移して、いや、あの増やしたの最近、風船かわいいっしょ増やしました。旦那っちこんばんは。眉毛がかゆい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、旦那っちこんばんは。あと10分切ったぐらい、まだでも充実してたわ、うん、みんなえらこ生きててえらこ、うん、まあおばじらぜひ来てくだっちゃい。29、30、1日出演するんですけど、1日3公演あるんでなんか何かしら時間あったら土曜日なんで来てください。うん、旦那っち、シマナってちょっと目悪い、時々すごくしかめるから、シマナはすごく目が悪いです。 0.08 です。目しかめてんの、こうやって多分ね、めっちゃ乾燥してんだよね最近この部屋。うん、さまだ11時、もう部屋の時はもう2時になるけどね。うん、シマナちゃん一番偉い。チラシの感じはなんか面白そう。せやで、夜勤とかで行けない、前は折れちゃう、折れるな、それはやばいぞ。うん、はあ、なんかまず目しかめる以前にめっちゃ目がまた悪い、またね30、40ぐらいになってる。 0.08 なら自分より視力いい、まあ視力悪い人界隈の中では視力いいです。結構プラスマイナス 3.75 とかだから、目悪い人6とかじゃないですか、マイナスだから、目悪い界隈では目いいただ普通の人よりは目悪い。うん、時計直してないんです全然直してないんですよ。うん、乱視すぎてラバンだと全然見えない。私多分乱視入ってんだよね、乱視ありますねみたいに言われたんよ。だけどどうしますって言われて、あ、もう無視してくださいって私言っただって乱視とか入ってくるとさ、カラコンつけらんなくなるやん、きっと。なんかその乱視用のコンタクトにしなきゃいけなくなるやん、なんかそれ嫌だから、大丈夫ですそのままでのたとってこんばんは。うん、乱視入ってると新聞文字の太さ変わるんでしょ、知らんWhat topic の視力なんて言うんだろう、視力って英語で視力、いや考えても出てこないわ、そのボキャブラリー私にはないわ。うん、乱視入っても不自由、乱視も固めなので結構大変、ぼやける気がしてコンタクト作りに行ったら見えてるので作る必要ないですって言われました。こんばんは2代目キー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 、こんばんは。アイパワー視力アイパワー確かに間違いない。山本夏田アリツまたある、こんばんは。そろそろ読み上げるか今日もお付き合いありがとうございます。うん、アイパワーで伝わったっぽいよ、ボキザリ笑ってるもん。うん、ラガンなの不思議、確かにすごいね、家族で一人だけ。うん、コンタクトしません、ぼやけて見えないのやばくない、うん、じゃあランキング見ます。13位、ミアルチームの見守りタイムパチリ、え、略してミヤルン、チーマナのパチリだ、ありがとう。そして12位が藤友さん、今日もランクイン、ありがとう。そして11位が長崎県民、船を愛する、その名の通り長崎県民です。今0時17、おやすみしまん、寝たなこれはそして10位が V ホント、ありがとう、ありがとうございます。9位がミッキー、ありがとう、ありがとうございます。
8位が西東京だろ、びっくりドンキーならジョッキパフェが好き、季節のパフェいくら下村ちゃんでもあげないよなんて言わない、あれ多すぎて。下村でも食べたことないパフェ、一回なんかチョコソフトみたいなの頼んだんよ、チョコソフト、なんか胸がねうって胸焼けしちゃってシーパパに回収してもらった。うん、7位が ID マニア、私が好きなもの逃亡、いるんかいないんかどっちなんだい、いるんかいいないんかいどっちなんだい。そして6位がドラドラっけ、シモナタンに質問だけど俺ちいかわの目に泣き虫って思ってたりする。うん、ちいかわの目に泣き虫。5位がりんたろありがとう、ありがとうございます。4位がレフ版、一番好きなハンバーグは新物が素手でこねた愛情たっぷりのハンバーグです。新物の素手でハンバーグこねたくない、手汚れるから。あの新物のハンバーグこねるならなんか手に巻くよそしてじゃん、アイサイトテスト、うん、じゃーん。3位がポリリン、今日余計なこと言わないアメコメントしないでスクイーズの変なクレームしてまた変な感じになってしまった、ごめんなさいどういうことありがとうございます。ザク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 ン、ありがとうございます。そしてシーマナのパセリに改名すんのか。そしてじゃん、2位がイアン、好き好き大好きシーマナ、今日もとっても可愛かったです、これ以上可愛くなったら大変です、ありがとうございます。じゃあもう多分シーマナこれ以上可愛くなってイアンの メガハッパレスみたいなことになるように頑張るね、ありがとうありがとうございます。うん、そしてドゥルルルルって1位がドゥン押した、ヨッピー今日も癒されました尊いです、もうねありがとうございますツン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 、おすすめのガチャガチャですか。なんかたまごっちのキーホルダーのガチャガチャ出てて、しもなそれ欲しくて今なんかガチャガチャ屋さん回ってるんだけど見つからないので、もし見つかったらぜひ回して、で今使ってるカバンとかにつけてもらえたらきっと可愛いんじゃないかなって思います中身お疲れしか怖くピリピリ、ありがとうございます。最近ガチャガチャ回したんよ、ピオリン、ピオリンだっけ、なんだっけ忘れちゃった、回したのけどどっか行っちゃった、本当にどっか行っちゃう、今お片付け中のかな大変。うん、中身は疲れ性格もぐピリピリ、ありがとうございます。フシかわいいチェックありがとう。シーマの今日はなんかね真剣になった時に髪を結ぶようにゴムを持ってるの、シーマの真剣になったら髪結ぶのこうやって、でもこの辺の位置大人っぽくない、うん、大人っぽくなっちゃうシーマの、可愛いでしょありがとうございます、ありがとうございます。ではあいらきかわいい、ありがとう。でも美人って感じだよね、美人、うん、そう美人ありがとう首めちゃくちゃ長いんですよ私、こういうこともできちゃう、
ということで皆さん来てくれてありがとうございました。ではゆいを撮ってありがとう。フシェかっこいい、ありがとう。やばい、マジで目が乾燥してる今日。目つむんないとダメ。もうここを切ったからできることだよ、これも。かっこいい感じ。ありがとうございます。では「チャンチャンチャラチチチャラチチュー」「チャンチャンチャラチャチャラチャラ」「チャンチャンチャラチャチャラチャチャラ」「君は君は何キャラ」「トゥトゥトゥ」「予備ありがとう、ありがとうございます」で皆さん来てくれてありがとうございました。さようなら、さようなら。バイバーイ、おやすみ、おやすみなさい。おすすめの歯磨き粉オーラツ。じゃあバイバーイ。